公共曲第101番に蝶々奉望券 I-101 はフランツ・ヨーゼフ・ハイドン作曲による公共曲。演奏時間は約30分。1793年にウィーン近郊で着手し、翌1794年にロンドンで完成させたロンドン公共曲のうちの1曲で、 初演は1794年3月3日ロンドンのハノーバースクエアルームズでのザロモン演奏会で行われた。実質府はベルリン国立図書館に所蔵されている。第二楽章の伴奏リズムが時計の振り子の規則正しさを思わせることから時計という愛称で呼ばれているが、それは作曲者自身が付けたものではなく19世紀になってから付けられたものである。ハイドンは この曲のメヌエットと公共曲第99番の修学賞を1793年に音楽時計のためのものに編曲している。第2楽賞の旋律は2016年9月から近鉄特急青の公共曲の発射メロディーミュージックホーンで採用されている。第1楽賞プレスト部分の第1バイオリンパート第2楽賞冒頭部分の第1バイオリンパート第3 学章冒頭部分の第1バイオリンとフルートパート、第4学章冒頭部分の第1バイオリンパート、ありがとうございます。